どうも、影やんです。今日は2021年3月31日水曜日ということで、3月最後の日ですね。ちょっと空が快晴なんで、ちょっと快晴を映しております。で、いつものように山中がなくなってますね。あれ、山中どこ行ったかな。まあまあ、今日はね、水曜日で、僕はですね、木曜日が休みなんで、水曜日はですね、木曜日が休みなんで、水曜日はもうだいぶこう気分的には楽な状態ですね。楽な状態にこうなっております。ということで、今日山中がちょっと移動していますけどもですね、こう光がね、こうしっかり当たるところにいろいろ移動させたりしてるんですね。家族がね、移動させたりしてるんですけども、ちょっと下の方をこうちょっと切り、しっかりこう上に上がるように、このどうですかね、この下ですね、下にこうベタッとこう、ついてた刃があったんです。それをこう上に上げるようにしたっていうことをやって、こう綺麗な感じでこうなってるかなというふうに思います。光を当てて、水をやって、土もねこうちょっと考えながらですね、土の栄養素がこうなくなってきたら、またこう土に栄養素を与えるっていうのもこう必要なんかなと思ったりもしてます。しっかりこう育ってこう広がっていって、美味しく食べたいなというふうに思います。ということで、今日は以上です。まあ張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。